南洋萩、学名パラカンサラスハパティスは、鈴木目、ニザダイカに分類される魚の一種。インド太平洋の珊瑚礁域に生息する。青、黒、黄三色からなる、独特の体色を持ち、干渉魚として人気がある。ニザダイカの分類では、一種のみで、南洋萩属パラカンサラスを構成する。 基本的に沖の根などで見られるが、稀に沖縄本島の沿岸域でも観察されることがある。サンゴの隙間に隠れる性質がある生魚は、全長2 0トルほどで3 0トルに達するものもいる。体の大部分は青いが、目体側をひれに、ろくを細長くしたような黒い曲線が入る。また、 背びれ、尻びれ、尾ひれの上下も黒で縁取られる。お柄、尾ひれは、黄色の三角を描くほか、胸びれの先端がも黄色である。胸びれを激しく上下に動かしてよく泳ぐ。似た、配色の魚はおらず、他種との区別は容易である。体型は、他のニザ座大化魚類に似て、楕円型でよく側平たつるが、口は極端に前に突き出ず、頭部の輪郭はあまりい。 背びれの旧トゲ状、尻びれの三トゲ状はどれも太く頑丈である。アフリカ東岸、南日本、オーストラリア北部、キリバスまで、インド太平洋の熱帯海域に広く分布する。日本では、高知県以南で記録がある。サンゴ礁域に生息し、群れを作って生活する。餌は主に動物プランクトンを捕食する。幼魚は、サンゴの周囲に群れ。 敵が近づくと素早く、サンゴや岩の隙間に隠れ、夜も隙間に潜り込んで横になって眠る。サージョンフィッシュの仲間の特徴で、おひれの付け根に鋭いトゲを隠し持っており、戦う時はトゲを横に飛び出させて、体をすり寄せるように攻撃する。一般的に食用とはしないが、鮮やかな体食から観賞魚として人気があり、水族館などでも多く飼育される。 活発な魚であるが性格は穏やかで、何でもよく食べ飼育はしやすい。体の色は体調により変化し、良い状態の時は、鮮やかな青であるが、寝ている時や体調が悪い時は、白っぽく変化する。飼育下では、オキアミ類、藻類、洋裁類なども食べる。映画、ファインディングにも、ファインディングドリーのキャラクターにちなみ、署名を呼ばず、ドリーと呼ぶ人もいる。 最近毒があることが判明した。だいたいどのショップでも2000円から1万円くらいで販売されている。小さい個体は手に入りやすいが、大きな個体はなかなか見かけない。よく泳ぐ活発な魚であるが温和な性格で人にも、すぐ慣れ、他の魚への攻撃することもほとんどなく、どんな餌もよく、食べるため飼育しやすい魚である。 バクテリア豊富な海に住んでいるため立ち上げたばかりの水槽での飼育はできないので海水を汲んでくるか3週間から6週間くらい水を循環させてから入れると良い水槽には産後岩などを配置すると隠れたり夜眠るために隙間に入る様子が観察できる餌は基本的には海水魚の餌食べる場合はキャベツなどを与えても良い 白天病にとてもかかりやすいので注意が必要。沖縄本島ダイビングの水中写真サイト、沖縄フィッシュ。ありがとうございます。